どうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おじチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日はちょっと散歩をしながらお送りしておりますので、自然の音が結構入っちゃってるかもしれなくて、聞きづらかったら本当に申し訳ございません。お、水たまりがある。水たまりだ、水たまりボンドではなく水たまり。お、ちょっと足がぬかるむぬかるむ、すごいなこれ。うわ、ここすごくないですかこれ。これすごいな、この密林、この森林の感じ。もう私いらん、この密林の感じ。ちょっと黙りますね。この密林の感じすごいな。なんかちょっと雰囲気が感じる場所だったんで、ちょっと静かにしちゃいましたが、今日のお話は、まあ今日ですね、発表されまして、ステートオブプレイが8月5日かな？いや、7日か。8月7日、金曜日に、日本時間の8月7日の金曜日の朝5時に、ステートオブプレイが配信されるというニュースが飛び込んでまいりました。ただ注意が必要で、今回のステートオブプレイは、まあ、プレイステーションのファーストパーティーと呼ばれる、なんていうんですかね、パブリッシャーのゲームソフトの発表などではなくて、まあ、これから発売される PS4 や VR タイトルの、まあ、続報がメインになるみたいなので、まあ、例えばゴッドオブウォーだとか、スパイダーマンの PS5 版とか、まあ、プレイステーション5の本体の発売日とか値段の発表などは一切ないとのことなので、そちらはご注意しないといけないなと思います。なのでこれから発売される、なんか例としてはクラッシュバンディクーだとかが名前挙げられてましたが、まあ、サイバーパンクはどうなんだろう。いやでもサイバーパンク発表ならもっと大々的に発表するのかもしれないし、ないのかなとちょっと思うんですけど、まあ、これから発売されるゲームソフトの続報が発表されますので、みんなで期待して待ちましょう。いや楽しみですね。ということで今日はステートオブプレイの発表があったので、ちょっと軽くお話ししてみました。散歩の途中のおじさんでした。じゃあね。